こんにちは、アムゾーです。今回はアイブレンド A についてお話をしていきたいと思います。で、もともとねアーティストリーをお話しするっていうお話をしてたんですけど、インスタのねストーリーでも言ったようにアーティストリーがカタログで結構お話が完結してしまうものが多いので、もう少しねちょっとアーティストリーに関しては時間かかるかもしれないです。ということでね、まあ今回アイブレンド A ということでお話をしていきたいんですけど、今回4部構成になってまして、まず1番日本人の視力事情、2番がブルーライトによる身体影響、3が特徴、4が注意点ということでお話をしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。ではまず日本人の視力事情ということなんですけど、その前にね世界の近視人口についてお話をしたいんですけど、こちらが 0.3 未満の視力の人の人口推移になってまして、オーストラリアの研究により、まず見てほしいのが2000年ですね。2000年の近視人口が14億600万人に対して、2020年どうかというと26億2000万人と、かなりね急上昇していると。でこれ2050年には10人に1人が失明するって言われているんですよね。さらに日本人含むアジア太平洋地域の高所得国の近視有病率が 46.1% ということで、このグラフの大半が実はアジア人、特に日本人が多いって言われてるんですけど、っていうのが、今現状の世界の現状の近視割合になっています。で次にでは日本の方を見ていきたいんですけど、 1.0 未満の人の割合ですね、これは令和元年度の調査になるんですけど、小学生の人でしたら 34.57%、 中学生で 57.47%、 高校生で 67.64% と、実はねこれいずれも過去最多になっていると。どんどんね近視の人が今増えてきているっていうのが世界的に問題視されているものになります。では次にブルーライトによる身体影響についてお話をしていきたいんですけど、まずそもそもブルーライトって何っていうことでお話をしていきます。ブルーライトっていうのが、すごい細かいお話ですけど、380から495ナノミリメートル程度の可視光線のことで、紫から青色に見えると。まあ何言ってるのかよくわかんないんですけど、まあすごく細かい光のことを言ってるそうですね。まあブルーライトっていうのはまあこんな感じですと。で、あとは太陽光にも豊富に含まれている。気分を高揚させたり、注意力を高める。あとは体内時計をセットするという役割があったりします。あとは LED を使ったスマートフォンやパソコン、タブレットからも発せられるということですね。まあスマホとかパソコンとかが普及してから、ブルーライトによる身体影響っていうのが問題視されていってますね。まあこれがブルーライトの概要になっていきます。まああんまりここは重要じゃないかなと思うんですけど、そこからね、身体影響がどう出るのかっていうのが重要になってきまして、まずは VDT 症候群っていうものと、サーガディアンリズム障害っていうのがブルーライトによる身体影響があります。では順番に説明していくと、まず VDT 症候群なんですけど、これはスマホや PC などのディスプレイ機器を長時間使用することで目や体、心に生じる症状の総称のことを言います。で別名テクノストレス眼症であったりとか IT 眼症っていう言い方もします。主な症状なんですけど、この VDT 症候群になってしまうと、目に関してはドライアイや視力低下、眼精疲労という症状が出てきます。でこの眼精疲労になってしまうと、そこからね、脳への血液の流入数が減ってしまって片頭痛が起きたりとか、肩こりが起きやすかったりとか、そういうことも併発してくるので目だけじゃ止まらないよということですね。次に体の影響が経験腕症候群というものなんですけど、この経験腕症候群、まあ、簡単に言うと肩こりとか首こりですね。これも同じく肩が凝ってしまったり首が凝ってしまうと脳に行く血液の流れが悪くなってしまうので、片頭痛であったりとか、あとは目の奥が痛むようなね、特に雨の日とか雨の前の日に片頭痛出やすいと思うんですけど、あれは低気圧とかの関係で血圧が変わってしまって流入数が減るというわけですね。ひどければ吐き気とかにつながったりします。では、最後心なんですけど、食欲を減退してしまってうつ、イライラという症状が出てきます。これも食欲が減ってしまうことで栄養補給ができなくなってしまうので、うつであったりとかイライラ感、こういうのが出てくるというわけですね。なので VDT 症候群に関してはあくまで目だけに出るではなくて、体や心あらゆる場所に出てきてしまうのが症状の特徴になってきます。では次にサーガディアンリズム障害なんですけど、これが、サーガディアンリズムっていうのはそもそも外実リズムとも呼ばれたりして、体内時計のことを指します。体内時計のことを難しく言うとサーガディアンリズムとか外実リズムって言ったりするんですけど、まあ、サーガディアンリズムは太陽光に含まれるブルーライトや食事、運動などの外界刺激により調整されています。なので昔はその電気とかがない時代ね、パソコンとかスマホもなかった時代に関しては、太陽が昇ってきて太陽が沈んでいくと、そうしてね人間の体っていうのは実は24時間の体内時計っていうのが生まれたんですよね。
まあ、正確には実はね25時間だったりとか、あとは人によってね24時間のリズムが違うって言われてるんですけど、体内時計をリセットしたりとか、正確に保つためにこの太陽光などに含まれているブルーライトっていうのが実は必要になってきます。で、近年ではどういう状況かというと、スマホや PC などのディスプレイ機器が普及してしまって、昼夜関係なくブルーライトを浴びることになってしまいました。昔はねその太陽でしか浴びれなかったブルーライトが、今は夜もね昼夜関係なく浴びてしまうことによって体内での昼夜区別っていうのがつかなくなってしまって、結果睡眠障害が急増しているというわけですね。また睡眠に関しては別のね動画で上げていきたいと思うんですけど、まずこの睡眠障害急増っていうのが問題になってます。ブルーライトが直接的にね病気になるっていうのはあまりねこう研究データはまだ出てはいないんですけど、実はこの睡眠障害が原因でがんや肥満、糖尿病、高血圧、うつ病の危険性が高まって、かつ老化現象が加速するという研究報告は多数あります。なのでブルーライトが直接的に病気になるというわけではなく、間接的にねブルーライトを浴びることによって睡眠障害が起きて結果病気になるという流れになってきますので、実はブルーライトによっても病気になるんではないかなと個人的には思っています。なので現状その例えばね睡眠の質が悪いとか、まあしっかりサプリメントも飲んでるし、いろいろね栄養摂取してるにもかかわらず睡眠の質が悪かったりとか、なかなか夜寝つけないとか、まあそういうことがある人はもしかしたら、このサーガディアンリズム障害になっている可能性があるので、夜などに関しては特にスマートフォンやパソコン、タブレット、テレビ、ゲーム、そういうねディスプレイ機器から目を離していただくということが必要になってくるかもしれないです。では本題の特徴なんですけど、特徴が大きく3つ、ビルベリー、ルテイン、ブラックカラントと3種類ありまして、1個ずつ論文データに基づいてお話をしていきます。まずビルベリーですね。ビルベリーに関してはアントシアニンが豊富に含まれています。で、様々なブルーベリーの中で最もアントシアニンが多いのがビルベリーなんですね。なのでよく CM とかでもその目にいいねアントシアニンが豊富なブルーベリーみたいな感じの宣伝をしてるんですけど、実はブルーベリーよりも圧倒的に多いのがビルベリーということで、まあその時点で結構差が出てきます。で、このアントシアニンなんですけど、実際にどういう役割があるのかということなんですけど、まず一つ目に強力な抗酸化能力があります。カッコトップクラスと書いているんですけど、様々な果物や植物調べた中でもトップクラスに抗酸化能力が高いのが実はアントシアニンなんですね。二つ目の役割としては脂質異常、コレステロール、メタボ改善ということなんですけど、ブラックカラントを一緒に摂取すると実は CETP を阻害し、脂質異常などをより効果的に改善するという論文データがありまして、この CETP 何かっていうとコレステリルエステル転送タンパクという物質なんですけど、まあ、簡単に言うと脂質を血液を伝って運ぶ役割があるタンパク質の種類になります。なのでこの役割を阻害することによって脂質が積極的に運ばれることが少なくなるので、血液中の脂質、コレステロールの値というのが減ってきて脂質異常などを改善してくれるということが分かっているんですね。で、3つ目の役割としてはコラゲナーゼ、エラスターゼを抑制し美肌効果ということなんですけど、このコラゲナーゼとエラスターゼなんですけど、どういうものかというと、まあ、美肌に関係してくるね、その肌の弾力とか張りに関係してくるのがコラーゲン、エラスチンと言われるタンパク質になるんですけど、このコラーゲンを分解してしまったり、あるいはエラスチンを分解する働きがあるのがコラゲナーゼとエラスターゼになります。なのでこのコラゲナーゼ、エラスターゼを抑制、働きを止めてくれることによってコラーゲンの合成がより安定してくるということになってきます。で、さらに肌の炎症を抑制してニキビを予防してくれたりとか、あとはターンオーバーのサポート、ヒアルロン酸を生成するという働きがあります。で、4つ目の役割がメインになるんですけど、視機能の改善ですね。まず網膜、目の網膜にはロドプシンというタンパク質が存在しています。人の目っていうのは光を見るとロドプシンという網膜にある物質が分解されます。で、分解されたロドプシンが脳に移動して脳で初めてどういうものかを認識するという順番になっているんですけど、このロドプシンね、分解と合成を繰り返しています。ずっと分解しては合成して、分解しては合成してということをしていくんですけど、要はこの合成する働きが減ってしまうと視機能が低下していくというのが分かっています。で、この合成に必要になってくる物質っていうのが実はアントシアニンなんですね。アントシアニンの主な特徴としてはブルーベリーに比べるとビルベリーは約2倍から3倍アントシアニンが多いです。で、1日に必要なアントシアニンをブルーベリーで摂取しようとすると 100g から 300g 両手で収まらないぐらいの量が必要になるんですね。で、あとはブルーライトのダメージ抑制したりとか、糖尿病性網膜症の予防したりとか、
まあ、様々な論文データがあるので、まあ、このあたりがね、主な特徴になっていきます。では次にルテインですね。ルテインに関しては抗酸化能力のあるファイトケミカルスの一種ですね。ビルベリー、アントシアニンと同じくファイトケミカルスの一種になっています。もともと体内にはこのルテイン存在はしているんですけど、体内での合成はできない物質になっています。なので年々ね、加齢によってルテインの量は減少していきます。ルテインの多くは目の中にある水晶体と言われる部分に存在していまして、ルテインの主な役割は抗酸化能力、ブルーライトを防ぐフィルターの役割、加齢黄斑変性の予防。この加齢黄斑変性っていうのは、赤ちゃんの時って目がすごい透き通った透明感のあるね、目をしてるんですけど、だんだんね、年齢を重ねるごとに目ってだんだん黄色っぽくね、変化していくんですね、色が。それのことを加齢黄斑変性と言ったりするんですけど、実はこの加齢黄斑変性による研究、2007年アメリカの研究で4000人以上対象に6年間、研究したものがありまして、ルテインを摂取することで加齢黄斑変性のリスクが低くなるというデータが得られています。で、この加齢黄斑変性がどんどんね、進行していくことによって目の視機能というのが低下していきますので、まあ、直接的に失明になるというデータとかは特にないんですけど、そういうものにつながる可能性があるということになってきます。で、あとは白内障の予防ですね。白内障の予防に関してなんですけど、白内障ってそもそも60代では約 70%、80代ではほぼ全ての人に症状が現れるそうです。で、白内障は失明の原因第1位になってきます。まあ、ワンちゃんとかはね、白内障ほとんどなって目が見えなくなっちゃったりするんですけど、人間も同じく実は白内障になって失明になるリスクっていうのが最も高いと言われております。で、食事からルテイン1日分を摂取するためにはどれぐらい必要なのかということなんですけど、実は健康を維持するためには1日 6mg ぐらい1日に必要と言われています。まあ、この 6mg、 食事に例えると人参10本以上、ほうれん草であれば4株以上ということですね。で、さらに白内障を予防したい場合にルテインどれぐらい取ればいいのかっていうと、1日に 10mg なんですけど、食事からの量ですと人参21本以上、トマトでしたら666個以上食べないと白内障予防には効果的なものは得られないというふうなことが言われています。まあ、なのでね、この健康維持、白内障予防ともになんですけど、食事からでは非常に困難ですと。まあ、多分食べれないですよね。多分大食いの人でも毎日こんな量は食べれないですし、これあくまでルテインだけを摂取する場合の食事になるので、他のね、栄養素を考えた時にはもうほぼ不可能ということになってきます。補足として、ルテインはビルベリー、一つ目に挙げた特徴ですね、ビルベリーと一緒に摂取することで吸収力が向上するということが分かっています。またルテインは脂溶性の成分のため、脂質との摂取、特に DHA、EPA などの魚油との相性もいいです。まあ、論文データでも実はビルベリーとルテインと魚油を一緒に摂取した時に、その目のね、異常っていうのが改善されましたっていうデータが出てたりするので、アムウェイ製品でいうとブレイン&ハートとかが相性いいのかなと思います。では最後にブラックカラントになります。ブラックカラントは有用成分がね、たくさんありまして、アントシアニン、ビタミン B、 ビタミン A、 カリウム、カルシウム、鉄分、亜鉛などですね、アントシアニンとビタミンとミネラルなどが豊富に含まれているものになりまして、これらが協調して相乗的に効果を高めるというのが実は研究データで分かっています。一つ目のビルベリーのところでもお話ししたんですけど、ビルベリーと摂取することで脂質異常などを改善させるという効果も研究データとして出ていますので、このね、ビルベリーとルテイン相性いい、ビルベリーとブラックカラント相性いいと、すごくね、このアイブレンド A というサプリに関しては成分が相性いいもので作られているので、すごく相乗効果が高いんですね。なのでアイブレンド A に関しては、まあ、目だけではなく、もちろんその体全体のことを考えてしっかりとバランスを見られて作られているんだということになってきます。では最後に注意点になりますけど、注意点が、妊婦の方は必ず医師に接種していいかを相談してください。理由としては、妊娠中とかに接種してしまうと奇形児や流産の増加っていうのがスペインの研究などで分かっていますので、妊婦の方はビタミン A とかをね、特に取りすぎるのは注意かなと思います。あとは接種目安を守るということですね。まあ、アムエのね、方はそのちょっと僕的に良くないなと思う部分が実はありまして、そのたくさん取ればいいっていう方がね、非常に多いなと思っているんですけど、あくまでアムエの製品ね、摂取目安ももちろん書いてますので、摂取目安に近い数字で取っていただくというのがやはりいいと、そのあたりも考えて摂取目安書かれていますので、摂取目安を守ってください。
理由としてはビタミン A が入っているんですけど、ビタミン A は過剰症になってしまうので、頭痛や乾燥肌、吐き気、めまい、脱毛など様々な、ね、症状につながってしまうので、摂取しすぎても実は良くないということなので、アイブレンド A の場合でしたら1日に2粒摂取していただくと目安になってきますので、まあ、特にね、そのパソコンであったりよく触る方であればもう少し取っていただいてもいいかもしれないですけど、ちょっと体に異常をきたしてきたなというふうに感じた場合は少し減らしていただいた方がいいのかなと思います。ということでね、今回はアイブレンド A ということだったんですけど、目の疲れから睡眠の障害であったり、その後様々な病気につながってしまうというリスクがありますので、まあ、スマートフォンやパソコンね、おそらくたくさん見られてるかと思うので、アイブレンド A ぜひ取り入れていただいたらいいのかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。また何かご希望があればコメントいただければと思います。高評価とチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect